こんばんは。こんばんは。なんかすごい異様ななんか眩しくないですかこれ、いっぱいついてですね。下がタブみたいな、なんですか、モニターがついて、モニター、エアコンとかシートとか、なんかこれする必要あったのかなっていうで、上がまあ、ナビ、ナビ、従来のメディアとかですよね。でも思ってる項目は多くなかったです、これ触った感じ。そうですよね、下は多分車両本体とエアコンとシートとか そこら辺ぐらいですね。ただエアコン触るのにやりにくいっていう、うん、確かになんか普通のボタンの方が触りやすい気がする。画面を注視する、あの、え、画面でかすぎじゃない、これ逆の方がいいんじゃない。なんかこっちもうちょっとちっちゃくして、こっちを大きくした方が良かったような気がするんだけど、ね、そうですね。なんでナビの方がちっちゃいのかなっていうなんか反対ですよね。でもナビはナビでさ、横はかなり広いよね。でもナビなんかおかしいところにナビがついてそれメーターどこに来ました。これふざけてますよね。え、それメーター映んないですか。いや、メーター映るでしょ。いや、なんかボタンがないですよ、でもなんかないですか。いやいや、スピードが出ないってことないでしょ。いや、メーターどこ行ったんですか。メーターないっすね。切り替えるとボタンもないですよ、なんか。いやいや、またまたってなるじゃないですか。どうやって変わるんですか。こっちが立ち離れになってるとかない。なることないですよ。サザエタッチじゃないですよね。どうなってるんですか、これ。え、これ本当どこ。いや、多分できないじゃないですか。いやいや、だってスピードメーターないのおかしいでしょ。メーター下に書いてありますね、ちっちゃく。あ、本当だ。まあ、でもちょこっとしたくなったんじゃないですか。ここ変わったね。変わらないんですよ、その辺は。でもディーゼルだから、せっかくだから燃費見てみるか。そうですね。なんかすごい雨降ってません。誰が来たと思ってるんですか。毎回このことなんですよ、もう言うようにしてください、あとね。なんでいつも雨が降るの。これでも、そうだよな、メディアにしたところで。そうなんですよ、こっちで僕ナビにしたらこっちが消えるのかなと思ってやったんですよ。変わんない、ね、変わんないです。でもそういうもんなんじゃないですか。でもなんかもはや意味がわからないですよ。だってもうなんかそう触らなくていいっていうBM のこれみたいですね。そう、なにこれ、あ、変わんなきゃいけないですか。反応がどうなんでしょうね、これ止めるのどうする。あ、止まった。おっしゃが早くですか。絶対これ多分ここら辺こうやってるとまた湧いちゃうんですよ。この辺なんかこうやってると子供が手届かないから、ここでもちゃんと反応するようになって。そういうんすか。ってことでじゃあ行きますか。はい、じゃあ行きましょうか。でもなんか内装すごく洒落てません。いや、洒落てますよ。なんかやっぱりイギリスの車ですね。一個一個の作りが綺麗なんですよ。なんかだってこれ新車で1700万したの。いや、でもしてもそうじゃない車も多いじゃないですか。まあまあ確かに、こういうレバー1本にしてもそうなんですけど、物1個に対してすごい配慮されてるなっていう、スイッチ関係も、あとこのパワーウィンのスイッチちょっとすごい気持ちいいですよ。なんか、あ、触った感じですよ。なんですかね、これスッスッって感じの、なんか優しい。絶対この音いつ聞いても違和感、木こりがいますね。いや、でもこれ昔と比べればちょっと変わったよね。変わったんですか、うん、ちょっと機械的な感じになったような気がする。もうちょっとなんか木魚っぽい音がしたような気がする、ね、え、本当ですか。イギリスの車って木魚ポクポク太ったんですか。そう、木魚というかもう木こりというか。これ足どうなんですかね、木こり。あれ、これ今足回りって下げて、今一番下げてます。あ、一番下げてるのか。これ走行モードぐらいじゃないですか。これ全然いいね。めっちゃいいじゃないですか。足回りめっちゃいい。何これ、めっちゃソフト。これ1個、え、これちょっと待って、 SUV だよね。 SUV ですね。中間2段階で動きますよね、これ。2段階です。一番下で、じゃあ真ん中にした時にどうなるんですね。あれ、あれ、さらに良くなりました。なんか後ろの方ですね。え、でもさっきの方がいいな、運転してる感じ。ふらついてません、ちょっとやっぱビリビリってなりますね。そう、僕横乗ってるみたいな、こっちの方がいいですね。あ、運転手目線はやっぱ下げた方が乗りやすいな。ぶれないですか、やっぱ。あ、沈み込むしね。あ、違う、そうか、これオプションで、あれか、名前が出てこない。え、何だったっけ、なんすか、ガラスにヘッドアップディスプレイ。ヘッドアップディスプレイですか。があるんだけど、はい、そこでスピードメーターと
今ドライブに入ってますっていうのが出てるんですよ。何も見えないですだからそっちに出ることによってこっちが自由に行かせるんじゃないのかな。かといってそこにナビ映さなくても別によくないですか。うん、いらんなんか妙なことしますね。なんか別に正直ここディスプレイじゃなくても僕いいと思うんですよ。これ切り替えできないのかな本当に。なんかあるかもしれないですね、わかんないだけで。うわあああ揺れが大きいですねこれ。やっぱ下げてとか良さげっぽいっす。うん、下げた方がなんかしっくりくるな。確かに。なんかめっちゃいいですね、アルカンターラついて。いやこれ本当高級車ですよ。わ高級車っすね。なんか高級車っすね普通にしかも長田くんが来て雨が降ったのがこれすごい撥水加工してる。撥水やばいっすねこれ。コーティングコーティングですよ ねボディもすごい撥水したんで。イギリスの車おしゃれなんですけど、やっぱあの電子的なことをなんか無理やりやった感がやばいですね。頑張ここら辺壊れたら絶対やばいです。そうなんですよ、頑張りました感が。 BM があるのなんかの、まあ、なんか当たり前っていうか、もしやらなきゃおかしいなんかイメージですけど、そう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 、イギリス車はやらなくてもいいんじゃないですか。なんかもう社外のナビとかついててもおかしくないもんな。本当っすよ。むしろベントレーのがちょっとしょぼっちいぐらいじゃないですか。なんならこのいやベントレーもでも最近は良くなってんじゃないの。でもこんな風になってないですメーターにナビがそういう風にならないです。いや絶対ならないな。それはおかしいですよ。じゃあベントレーは絶対ここにさスピードメーターとタコメーターいてほしいよそこに何言ってたらもうなんかベントレーじゃないですよね。もう走る車じゃなくなっちゃうじゃん。これアンビエントも赤しかないんですかね。あどうなんだろう。なんか変えれそうですけど、もう何の車も全部ついてますね今。アンビエントもそうです。いや普通についてますよね。アウディもついてますもんね。そうですね。しまいにはケンにもついてますからねこの明るさはあれだよね。あそれめっちゃ眩しいですねナビだな。電子制御っぽいものがすごくたくさん盛り込まれてますね。いやさっき触ってたらやばかったね。なんかこのグローボックスも上もオートでガチャッと開くし、下もウィンボタンで開くし、そう真ん中のあのアームレストですらこう自動じゃないですか。そうボタンなんですよ。からのカップホルダーボタンで蓋開くっていう、そこ電動にしなくてもよくないみたいな。それ手で開けとか早いよね。ウィーン結構遅かったですよね。なんかイライラしそう。足どうですか。足これ全然いいですよ下げたら。やっぱ下げてた方がいいんですかね。下げてた方が走った感じは全然いいです。横揺れが少ないですね。こんな粘ります。粘りませんそこはやっぱ SUV ですねあのベンツの GL 乗ってるような感覚ですかこの。あー GLS だとこんな感じなのかな。じゃないですか。こんな感じなのかなって。こんな感じなの。 GL よりでもいやしっかりしてますよ。振動来ないですよ。なんですかこれ。いやもうちょっと硬いです。こんだけ下げてるから余計じゃないかな。あ GL とさっきのこの中間ぐらいの車高ですよね。ちょっとふわふわした感じは、だからな。待ってこれめちゃ寝心地いい。これ僕のベビーの寝心地ですよなんならですけど、あのエアサスになってからちょっと癖があるあれは良くないですね。このエアサスはいいですね。いやこれいいな。別に不快ないですね、うん、あの SUV のエアサスってどうしてもあの LX とかそうですけど、こういう動きしませんか。ワンっていう。確かにコンビニだったらこれワンワンってなるじゃないですかああいうのちょっと嫌なんですよ。これなさそうですね。これないですね。いや一番上まで上げたら多分あると思うんだけど、この高さだったら、ね、すごい。エアサスのセッティングがいいんですかね。ショックのあのしあれ、うんうんうん、ダンパーの。そうかも。これはめっちゃ普通に。いやアイドルのショップすごい。いやだってディーゼルでもそれぐらいついてるでしょ。そういうもんですか。あ、本当ディーゼルと思うぐらい静かじゃないですか。いや、めちゃめちゃ静かです。全然そういうの気にならなかった。エンジンかかった瞬間もそんなに気にならないんですよね。ガルンって言わないですよね。そう。ちょっと今入った。やっぱこれわざとじゃないからな。本当にたまたまガルンとか。これどうなんだろう。これ屋根のこの肌触りいいですよね。これいいですね。アルカンタラの。いや、皮もめっちゃ質感いいんですよ、この皮。うん、確かに。そうって感じなの。こんなしっかりしてましたっけイギリスの車の革って。でも確かに革は昔からこだわってるような気がします。すごいいいですよね。
ただ僕やっぱイギリスの車ってなんかちょっと違和感感じますね、乗るとなんででしょう。あの僕この目の前にナビがあるのがすごい違和感がある。そこっすね、まずパッと見た時に今何キロで走ってるんだろうと思って見た時に何も出てないからね。下それメーターじゃないですか。下出てるけど、ちっちゃく出てますよね。ヘッドアップディスプレイも出てるけど、やっぱメーターの真ん中見るじゃん基本。なんでそれそんな風にしてるんですかね。いやこれ絶対設定であるでしょ。ないんですよ。あります。あ、表示レイアウトってやつ。あ、あるじゃん。あるじゃないですか。フルスクリーンマップとか書いてあるし。あった。やっぱりあったところで、なるんだなるんだ。あですよね。ですよね。ならないとおかしいですよね。絶対おかしいでしょ。あ、こっちの方がいいですね、やっぱり。ああ、よかったよかった。よかった。びっくりした。さすがにあれクレームきますよね。なんでナビしかなあんのって。ああ、なんか普通の感じですね。でもやっぱ震えきそうなんだよね。なんかもう何でもかんでも今デジタルですね、今の時代。とりあえず液晶すればと思ってますね。そう。だけど、その、なんて言うんだろうな、エンジンかかってない、何もしてない状態のあの真っ暗な感じが嫌なんですよね。何にもつですね。そう。確かに。結構車体でけえですね、子供ってやっぱ。でかいですね。長さも5メーター超えますからね。5メーターはジャストか。ジャストですね。幅が どのくらいですか。あ、幅どんだけなんだろう。2メーターでもないんじゃないかな、この感覚は。ないぐらいですか。意外とそんなに。でもこれ重さめちゃくちゃあるはずですよ。重量 2.4 とかそれくらいあるんじゃないか。こう重いですね。見晴らしめっちゃいいじゃないですか、この車。何これ、ミラーも大きいから見やすいですね、後ろとか。あ、本当に運転しやすいんですよこれで。ディーゼル感全然ないですよね、走った感じ。ナイス。ガソリンっぽいですね。なんかいやこれすごいな。なんでこんな感じなんですかこれ。なんか踏み込んだ感じがあんまりディーゼル感ないんですよ。確かこれもなるんですかね。この間何ですか、イボーク、あれが。あ、結構下手くそじゃなかったですか、なんか。うん、確かに。どんなでしたっけ、なんか、なんかこれも同じですかね、基本。でもイギリス車にそれ求めちゃダメなんじゃない。じゃあなんでパドルついてるんですか。やれってことじゃないですか、これ。フリーじゃないですか。ちょっとやっぱ揺れ気になりますね。いやそれはセダンに比べはあれだけどさ、でも SUV の中だったらすごいいい優秀な方じゃない。でもこれ車高真ん中だからね。真ん中ですね、今。今真ん中下げるとね、またちょっと違う感覚。じゃあ普通です。下げた時に結構しっくりきますよ。これもちょうど真ん中です。これ真ん中です。これ一緒ですね。これ下がるのめちゃくちゃ早いですよね。車外のエアサス並みにシューって動きですね。シナマ投げとったんですね多分ね。なんかグワングワンするなどと。下げたこの乗り心地いいでしょ。いや動いてない。あ、まだ動いてない。動いてないです。逃げちゃうんですか。スポーツモード。スポーツでしょ。ボリュームのダメでこれ触っちゃいそうですね。そんなくるくる回すもんじゃないからね。アイドライブと間違えてこうやって。かわいそう。なんかあのディーゼル特有のこのすごい下がとるかれて感じがなくないですか。そうなんです、そうなんです。なんでですかねこれ。なんかすごい軽い感じがするんですよ。ガソリンに近い加速の仕方しますね。まあガソリンの5リッターとかまではもちろんいかないけど。にしても全然いいですよね。優雅に乗りたいですね、こうやって。うん、確かに。このぐらい乗ってるとすごい気持ちがいい。なんか表現が難しいですね、この車。あ、でも、あ、本当だ。あ、本当だ。低いと、でしょ？ですね。こんな違うんだ。これがなくなりますね、この横揺れが。うん、運転手これすごい楽だと思う。これはいいわ。でも横乗った時ちょっと不安不安しが気持ちよくないですか、こう。でもこっちの方がまだ、ああでもどうなんだろう、ちょっと気になるかも。高速とかだったら柔らかくてもいいかも。この速度感ないかな、
いやでも確かにあれかも、そのなんていうの、英国紳士が乗るような車なのかもしれない。飛ばしたけど、ことおとなしく乗らなきゃいけないんですよ。うん、そういうことだよね。スーって感じで乱暴に使っていかないですよ、多分。うん、なるほど。これこそ、あれじゃない、本当にファミリーカーでいいんじゃない。いやー、やっぱりなんかこのちょっと指が短いのかな。なんでこれ何だったっけ、前も何かあったよね。前何でしたっけ、なんかで指が届かない説があったんだよな。イヴォーク、あ、違う、イヴォークじゃないです。な、何ありましたっけ、あれ、イギリスの車、ベントレ、あ、ベントレもなんかこんな感じです。ベントレだったかな。スイッチ入れがちょっと押しにくいとか、なんでしょう、これ。イギリスじゃ全般なんか操作ちょっとしにくいというか、もうちょっと長いですよね、日本車だとレバーが。そう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 、一応届くところにあるんだよね。本当に指の先っちょでこう切る感じになるんで、パドルもだいぶこう浅いんで、指の先っちょ引っ掛ける感じですよね。ハンドルでかいもんね、これ。なんでですか、これ。ハンドルでかくない？でかいですね、これ今思うと。どうしてだったらもっと太くてちっちゃくなりますよね。そう。うちらの感覚はもうちょっと太くてちっちゃいやつだけど。なんだろう、これ日本、やっぱ日本人に合わないですよ。うん、体のサイズが違うのかな、やっぱり。指の長さもきっと違うんだろうね。手が多分指長いと思うし、この感じだと。ちょっと触りにくいですもんね。この辺もなんかちょっと親指の外もちょっと届かないみたいな。そう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 。日本車だったらもっとこっち来てるくれじゃないですか。しかもここもさ、さっきあの見たかもしれないんだけど、メニューをここポンと押すでしょ、はい、変わるからね、ここ。あ、そこまで気づかなかったです、本当だ。あ、すごくない、これ。ここまでやってあるんだよ。なんかだから一個一個こういう電子制御がなんかすごくなったのはいいんですけど、使い、それによって使いにくいんですよ。ちょっと理解しがたいところがあるんで。これ電話とかさ、これ追従ついてるんですか。ついてるでしょ。ハンドル引いたの光った。でも確かにこういうボタンとかこうスイッチ周りはすごい一個ずつ綺麗だなと思ってます。うん、確かにね、これ高級感あるわ。すごいですね、これ。ただちょっと慣れないと使い方が、意味がわからないです。そう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 、ここのナビが多分苦戦しそう。なんかこうパンって触れないですよね、どれどれってこう探さなきゃいけないような。でもどちらかというとここら辺アメ車のあれに似てるかも、このナビは。ここ最近のアメ車純正でついてきてるやつ。こっちどうなるんですか、このエアコンの操作って。これ絶対わからないでしょ、これ。で、こうやってえって見てる時に前ぶつかりますって。いや、これ運転中に見ちゃダメでしょ。うん、それが最近タッチパネルのエアコンじゃないですか。直感的に触れないんですよ。できます、直感的に。真ん中なんもなくないですか、それ。何これ。なんでそこ押したんですか。違う、押してコントロールって書いてあったから。え、何これ、シート。え、何を押したんですか。ここ、周りの枠。これを通さないですか。あ、枠を押したんだよ。あ、枠を押すか。押してコントロールってさ、やっぱここなんだよな。だからちょっと困るんですよ、使い方に。あー、なるほど。なんか車はめちゃくちゃハイテク化しましたね、イギリスのように。うん、すごいね、これ、この装備。しかもさ、このデザインもさ、ここ映らないか。ここ、あ、写真撮ってます。あの、真ん中のドリンクもさ、ここめちゃくちゃ長いんだよね。あー、この蓋ですよね。そう。なんでこんな蓋長いんですか、これ。しかも手でヒューッと引っ張らなきゃいけないっていう。なんだろう、これ。どう思います？なんかね、ハイテクすぎてちょっとついていけない。でも、多分見せかけですよ、多分。そんなにハイテクじゃないですよ、多分。なんか、いろいろ電子化してるんですよ、多分。してて、ハイテクに見えるだけで、多分ハイテクじゃないですか、この車。実は。実は。ただ複雑になってるからハイテク感じます、なんか。よく見ると、だって、まあまあ。ただ、押しにくい、操作しにくいがハイテクになっちゃってるんです、多分。そうだよな。パッと触った時になんか、よくわかんないですもん。じゃあこの山マーク何とかそうなってくる、ね、そうなんですよね。謎ですよね。まあ、こっちも借りましたよ、なんか。あ、違う、これ本当に山モードじゃない。山走るときにこれ使うんでしょ。何これ。
あのビームベンツってなんかよく考えられてません？電子制御する場所が、うんうん、そのポイントをちゃんと掴んでるんだよね。これなんかとりあえず やたらむやみになんか電子化しましたみたいな。いや後ろの席も本当びっくりするよね。そうなんですよ。蓋とか別に自動じゃなくていいし。絶対そうだよね。こういうの僕いらないかなと思うんですよ。ボタンを押した方が早いからね。だからこの BM のこれも消したんですよ。あー確かに、あれなんか確かにいらない。なんか立ててると反応してボリューム気に上がったしびっくりするんですよ。これも多分なんかの拍子に触ってたら開いちゃったとか出てきそうですね、うんうんうん、絶対ある。いやイギリスはこんなことしなくていいんですよ。いやこれガラス何かやってあるよね。えガラスなんか何ですか、なんていうの、これがコーティングなのかな。なんか光で照らしてみるとさなんかなってない。えなんかなんていうの、網やみっていうか乾いた感じじゃないでしょこれ全体的に。え、何これ蜂の巣みたいなのですよこれ。そう。え、何ですかこれ熱線これ。あ、何これなんか入ってるでしょ。え、何ですか何これ。よく見てなんか蜂の巣みたいなのありますね。何ですかこれ。え、これコーティングじゃないですよねこれ。コーティング、コーティングか。いや、これなんか熱線。え、じゃあフロントガラスが曇った時これじゃないですかこれ。あそれっぽい。見てなんかなるわけじゃないですね。絶対これですよね。なんか曇った時にそれ使うやつなんだ。あ、曇り止めっすか。だね。デフロスターが前についてる感じですか。蜂の巣状に細かく。すごっ。いります。いらない。だからそういうことなんです。なんかいらないのいっぱい取り付けすぎたっていう。ちょっと反応に困ります。こんな車車はめちゃくちゃいいです。確かに1個ずつ綺麗に作ってあるんで。ただこういう電子化は僕この車にいらなかったかな。イボークぐらいでいいです。あれぐらいだったら使いやすいです。確かに。でもどうなんだろうな、まあ、実際これディーゼルで燃費リッター 7.2 っていうことは、これいつもね燃費測ろうかって言ってやって大体燃費を最後に報告してないんですよ。そうなんですそう。コメントからなんですよ。燃費いくつだったのみたいな。発表しねえのかよみたいな。リセット詐欺しといて。まあそういうこともあります。そうなるほど。まああのもうちょっと年が来たら良さが分かるかもしれないです。うん、あの本当に年取って子供がいてみんなで出かけようっていう時はいいかもしれない。確かに。ただこのシートはただただめちゃくちゃ良くないですか。僕でもこのシートなんか真ん中がすごい膨れた感じが。そうそう、これです。へこんでますね。なんか体にフィットしないんですよ。僕猫背のせいかなんか調子いいんですけど、ここがちょうどあの膨れてるじゃないですか。うん、そこでこの背中の部分がへこんでるじゃないですか。僕猫背なんでちょうどよくサポートされるんですよ。ダメだな、フィットしないの。確かにこうなってこうなると人間そもそもイギリスなんて来る位置が違うんじゃないですかこれ。そもそものじゃないですか多分。いやでも頭の位置合ってるよ。いやこれだって一番下にします。だって結構そこら辺で普通。これマックスですか。あ、でもこれと座るとどうですか。深く座ると結構意外となんかこの背中が反発してる感がすごいあるんですよ。難しい。あ、ダメだな。違うっすね。でもこの形状は置いといてこのシートの厚みはめちゃくちゃいいっす。うん、このシートの厚みとこの生地感はすごい。肌触りも背中のフィッティングは猫背の人ならフィッティングしますね。僕結構真ん中やっぱ置いちゃうんですよ。どうですか。で、この時の触り心地がすごい好き。サラサラしてますね、すごい。うん、革なんだけど、なんかちょっと革っぽくない感じの。うん、なんかスッってこれ抵抗がなくないですか、さ、このこの子さとか。うん、そう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 。すごいスッペスですよね、なんか。こういう一つ一つのところはいいのかもしれない。うん、作りはやっぱりイギリス車って感じしますね。あ、場所によってちゃんと生地変えてる。ここも違うですよ。こことこたぶちゃうっすね。ここも違うっすね。うん、ここが一番いい。
シートとこのドアのアームレストとここ同じような感じですか。あ、そうだそうだ、そう、ね、ちゃんと生地変えるところ、あ、滑るならここ多分こっちだと滑るからじゃないですかこれ。あー、そういうことか。だからこっちは滑らないようにしてるんじゃないですか多分ですけど。まあ運転手はなかなか外側に手を置かないからね。これこうなりますよ。いや、すごい。毎回、前もそうですけど、ちょっと反応こもりましたね。そう。いい車、いい車です。すごいいい車。すごいいい車なんだけど。ちょっと妙に電子化したのがちょっと僕嫌だなと思ってるんです。スポーティーなのに慣れちゃってると、なかなかこういうのが馴染みがないかもしれないです。乗る機会が少ないからなんですよ、多分。でも旅行行こうって言った時に、こういう車だったら確かにいいかもしれないな。これいいですね、旅行車。旅行で限定ですか。だって普段さ、これ通勤で使うかって言ったら使わないでしょ。うんじゃないですか。使うのかな。でもあんま乗りたくないです。絶対汚い。そう、なんかすごい綺麗に撮っときたいこれ。じゃあ車じゃないですよ。もうなんか最近毎回本当に売る気あるのかってくらいレビューしますから本当に。もうただ単純に好き勝手言ってて自分たちの好みを言ってるだけだからね。まあでも嘘は言ってないです。うん、いや違う違う、いい車なんだよ、いい車なんだけど、うん、僕がじゃあ買うかっていうと、まあまず買えないんだけどね、金額的に。いや、これ僕嫌なんですよ、こういう電子制御。あ、電子制御じゃないです、これはなんか電子化しちゃってるんですか。うん、確かに。かといって、かといってさ、今の若い子が買えるかっていうと買える車でもないじゃん、ね、でもないですね。こういうのはちゃんとボタンでいいんですよ。うん、あの今の G 型の便も妙に液晶になったせいですごい触りづらいんですよね、あれ反応悪いし。でもクラウンとかは触りやすいんですよ。あ、考えられてです。ちゃんとこう手元のここら辺に来るから、日本車ってそういうことうまいじゃないですか。うん、そういう風にやってくれたら別にこれでもいいです。こんなだって下ですよ、絶対こっち行くじゃないですか。でこれ止まってやるもんですよ、やっぱり走りながらやっちゃダメだよね。エアコンだって曇ってきたのとかやりません。あ、確かに。その時にこれどれどれってこうなるじゃないですか。真ん中でしょ、これ一番触りやすい、ね、いや違う画面だったら分からんねん。こんなもんなんし、こんなんしやったらええとかなって。絶対おかしいですよ。ケチしかつけてない。これ悪いですよ、だって、うん、正直ボタンでよかったからっていう。触りやすい方がいいかも、これ。あの大事なボタンだけやっぱりちゃんとスイッチにしてほしいです。 あ、でも違う、あるあるある、これマックス。反応しないですよ。俺もおかしいじゃないですか。あ、え？寒い。今どうするんですか。よくやったら。ちょっとゾサクさんに紛れてヒーターつけないで。ほらもうこんな時点でちょっと扱えてないじゃないですか。シートヒーターついてるからね、これ。もうだからこれダメですって、やっぱり。これタッチパネルですか、これ多分。違うのかな。え、なんでこれ。直しとか。どう。え、これ電源じゃないの。いや、わからないです。これ何が変わるの。なにこれ。だからわかんないですよ、やっぱこうなるじゃないですか。こんなでもぶつかってますよ、もう。いや難しい、これちょっとアメ車みたいですね、なんかよくわからない。だからこういう風にしちゃうとダメなんですよ、逆に。でもこれが自分の車になったらね、きっといろいろ怒ると思うよ。で自分の車だったら絶対触るでしょ、いろいろ。仮にですよ、これ乗る年齢層年配の方じゃないですか。じゃあ、うん、まあまあまあ結構その機械で疎い人とかもいるわけじゃないですか。うん、ダメじゃないですか、やっぱり。20代30代じゃ多分これなかなか乗れないと思うもん、この車。じゃあ40代50代50代の方じゃこれおおってこうやって老眼してこうやってこうやってやったりするの。こそうだ、ここ見るために老眼鏡つけなきゃいけないんだよね。ちょっとこれは難しいですね。でも最近あれだよ、遠近両用あるからね。そういう問題ですか。まあ
今日はこんな感じですね。はい、うん、いいは良かったです、うん、物は良かったです。いい車だし、走り心地も乗り心地も、うん、あの結構人に合わせた感じでできるからね。 SUV っぽくなかったです、この一番下げて走った時は。やっぱりそうちょっといいセダン、うん、まあちょっと柔らかいセダンって感じですか。 SUV っぽくはないです。うん、あとはハンドル動かした感じも全然普通に素直に動くんで、うん、夜もないし、車庫上げた時はちょっとなんとも言えんですけど、だから多分ね、うちらにとったらちょっと刺激が足りないのかもしれない。刺激あるから乗りすぎなんですよ。かもしれない。あ、でもこれで、あ、違う、シートの使い方分かった。これでフィットする。ん、違う、そのもう一個前にね、ボタンがある。え、なんすかこれ。あ、ほんと、あ、本当だ、これ動いた。シートようやくフィットした。今更っすか。今更乗り心地が良くなった。あ、だいぶ入るこれ。あ、やっぱいいじゃないですかこのシート。いいなこれ、やっぱいいシートじゃないですか。山本さんの設定がおかしかったんですよ。僕だって普通のスのコース当てて何を言ってるの。確かにここ盛り上がってる、ね、なんかすごい背中がすごい盛り上がってたからさ。単純にエアが出てただけじゃないですかそれ。あ、そうだ。こんだけシート動くの困りますね。でも確かに自分好みにできるからいいのかこれ。いや、やっぱシートあるんだから足されたら BM ですよ。あ、絶対です。確かにね、あのめちゃくちゃ動くじゃないですか。横とかも動いてくれるのがすごい。ナンバーと、あとこの背もたれでここも動くじゃないですか。ああ、上だけね。あ、これも上だけ動くでしょ。これ動かないと思います。それは背もたれ。違う違う、いや、できないです。その代わりにエアが出てきます。え、うんうん、何、上がっただけか。え、これ動いてるでしょ。え、動いてるでしょ。そうそう、背中の中じゃないですか。あ、中なの。ビューってあの、この背もたれの上が、上だけがこうなるでしょ。ってこんなじゃないですか。だからすごくこう、安心できるんですよ。あ、そこ、これシートが膨れてるだけなの。そうなんですよ。それはビームは通じますよね。あ、そういうことか。いや、体型がそもそも日本人とイギリスに違うですからね。そもそもが。閉めてください。いい車です。車は良かったです。なんか前のイヴォーグとかも同じこと言ってましたね。でもイヴォーグだとまたちょっと感覚違ったよね。やっぱこっちはすごい高級感。ワンランクかツーランクくらい上の車って本当に感じれるぐらい。新車の値段多分2倍以上違うからね。じゃあツーランクですね。じゃあツーランクで。っていう体感できるぐらい、うん、確かにいい車。でも本当にそうだと思う、これ。これ多分音もいいんだろうね、きっと。これもいいと思うんです。と思って、イヴォークコスパいいじゃないですか。ああ、確かに。あの値段で本当にこんな感じで味わえるじゃないですか。うんうんうん。どうなんですか。いや、でもこれはでもね、2ランク上っていう感じはする。こっちの方がちょっと割高だなって感じちゃったぐらいですけど、うん。割高は割高だね。でも中広いですね、こっちの。これ、ちなみにロングもあるからね。別にこれ、ショートでいいです。ロングじゃなくても。いや、後ろ乗る人はこれロングの方がいいんじゃない。いや、全然広いですって。ここ、え、そう、広いですよ、後ろって感じです。はい、また次回も。そうですね、ちょっと次回面白いやつ行きたいですね。面白いやつ乗って走って面白いやつがいいですね。そこのロングノーズショートデッキどうすか。あれマニュアルですよ。どれで行ってますよ。え、あれマニュアルなんですか。え、あ、違う違う、こっち、あ、こっち、何の話ですか。これちょっとまだダメだ、まだダメだ。いや、そのマスタング、あれマニュアルマスタングですか。あれマニュアルマスタング、あれめっちゃいいじゃないですか。しかもエコブーストです。お、めっちゃいいじゃないですか。エコブーストが何リッターですか。え、何リッターですか。 2.3 出た。なんでそうなるんですか。まさかのあのガタイで 2.3 だからね。僕あれ乗りましたって前違う取材で、めっちゃ遅かった。あの4発の音がもうもろ分かりなんですよ。うん、エンジンかけた瞬間にね、ちょっとがっかりするやつなんだよ、ね、ちょっともう一回やりますか、じゃあ。あれでもあのなんていうの、マニュアルだとね、やっぱ面白い気はする。まだ違うんですか。違う、普通の元の 2.3 はね、嫌だ。じゃあ、あの次回までにあれば
あれば。よくなくなるんで、あればエコブーストやりましょう。了解です、わかりました、はい。じゃあこんな感じで。はい。はい、じゃあレンジローバーは、いい車でした。はい、いい車でした。はい。ではまた来週もお願いします。はい、お願いします。さよなら。さよなら。Claim this love that you never started. You once destroyed a broken heart that was already shattered.